ザーブス、インクルーリングホットソースファイルフィレパウダーは、サッサフラスの葉を乾燥させてひいたスパイシーな、ハーブである。フィレパウダーは、クレオール料理の一種でしばしば飯の上にかけられる濃いスープ、シチューである願望を作るために用いられる。願望には、様々な種類が存在し、ニューオリンズでは、アフリカや、ネイティブアメリカの起源を持ちながらも家々によって、異なる。 ケイン側のクレオールは主にフィレで願望を作るが、フィレは濃度をつけるのに通常はオクラやルーを用いる地域でもオクラの流通しない時期に願望に濃度をつけるためにも用ることができる。調味料や増年安定剤として願望の上から少量を振りかけることもできる。フィレパウダーはサッサフラスの若い葉と茎を収穫し、引くことで作られる。肉または 魚と野菜の調理が終わってから加え、ソースが熱いうちに取り出す。乾燥して引いたサッサフラスの葉を調味料として最初に用いたのはアメリカ南部のインディアンである直島族である。ガンボという名前はおそらく直島の言葉でファイルを意味するコンボに由来する。セレスティン・ユスタス等の20世紀初頭の一部の料理家はフィレパウダーを含むガンボは原住民にとって 晴れの日の料理であったとしている。この説は18世紀末のクレオールの習慣によっても裏付けられる。当時、米は贅沢品であったため、彼らは願望コーングリッツにかけて食べた。トウモロコシとフィレパウダーの利用は、この料理が原住民の食生活に由来するものであることを示唆している。ファイルという言葉はストリングという意味である。 サッサフラスの根や樹皮とは異なり、フィレパウダーの原料となる葉には検出できるレベルのサフロールは含まれない。1960年にアメリカ食品医薬品局はサフロールが発芽性物質であることを示唆する動物実験や人間に関する報告をもとにサッサフラス油及びサフロールを大量生産食品や薬品に使用することを禁止した。フィレガンボは ハンク・ウィリアムズの有名なカントリーミュージックの曲であり14週に、渡りアメリカ合衆国のカントリーチャートで1位となった、ジャンバラヤで歌われている。ありがとうございます。